ということで、エンジョイポケモン、ガチポケモン、ほんでもって、オジポケモン、ほんでもって、ガチ課金ポケモン、コンブでーす。7キロ卵、85個負荷、全ポケモンの内容はということで、まずはね、ちゃちゃっと、サクサクっと、動画の方をまとめていきたいと思います。相変わらずね、はい、噛みました。はい、あざっす。噛む癖は治らないようで、皆さんにご迷惑をおかけしております。まあまずはね、私ガチ課金ガチポケ、まあガチポケなのかな、そうだろうな、うん、そんな中やらさせてもらっております。とにかくね、全種類のポケモンが欲しい、ポケモン取るのが楽しい。おお、なんでいきなりなんでいきなりこんな、何で何で、何で急にこれなった。おい、こら、ちょっと待って、まあ戻れ。はい、すいません。ビビる、幽霊いるのかここに。まあまあまあ、そんなことはどうでもいい。はい、ちゃちゃっとやっていかないといけないんでね、まずはね、ちょっとおさらいします。今現在7キロ卵から、こちらのね21種のポケモンが生まれます。ああ咳が。でね、そんな中ね、ちょっとこれ1月2日までです。1月2日までがイベント内容なんで、それまでにいろいろなものをゲットしましょうと。私もね、ガチポケなんでね、とにかく 全種類欲しいなんて一生懸命頑張っております。で、この中、まあ新ポケになるのがリーシャン、ゴンベ、タマンタですね。こちらの方が新ポケとして登場してるんでね、やっぱ欲しいところではあります。うん、7キロ卵、はい、その7キロ卵の中でも注目したいのが、色違いベイビーですよね。ソーナの、ピチュー、トゲピー、ブビー、エレキッド、ルリリ、スボミーとなっております。この中でね、私がね、今ゲットしているのはソーナののみです。やっぱりね、この1月2日までの期間にね、ピチュー、トゲピー、ブビー、エレキッド、ルリリ、スボミーの色違いが欲しいんじゃ。みんな欲しいですよね。はい。ということでね、ちょっとやっていかないといけないですね。そこでね、なんだ、サムネにもあった通り、私個人でね、今現在85個孵化させてます。もうガチ課金を駆使して、一生懸命孵化装置に入れ込んでおります。うん。現在のね、内容としてはこういう感じでね、とにかくね、ギフトからね、アローラ卵をゲットして、孵化しまくってます。ただね、1日ギフトでね、もらえる上限が20個までしかもらえないとなってて、その20個から出る割合もね、12とか日によっては13、14、15、10以下の時とかもあるんでね、うん、個人でね、何個まで孵化させられるか、ちょっとまあチャレンジしてる最中でございます。ということでね、内容の方をね、皆様にはご報告いたします。まずはね、1個目、これね、はい。12月20日から、孵化を開始しております、7キロ卵。ムチュールから始まっておりますね。うん。はい。で、これちょっと番号つけたんだけど、もうこれ、ちょっと順不同になっちゃうんだよな。うん、内容が、まあ、ちょっと追います。追います。日付順で追います。うん。ちょっと長くなりますけども。日付順で追います。はい。これ日付順で取った日付順です。はい、ここからです。ここからですね。はい、これが私の7キロ卵孵化内容となっております。1、2、3、4、5、6って。はい。ここはね、ちょっと見ていただきましょう。うん。はい。で、その時々の感情、ここあたり辺はね、焦げ出ないかなって。で、ブビーはね、ずっとね、出ないかな。ブビー、トゲピー、出ないかなって。まあでもここのね、15個の範囲内で見ても、アローラのディグダだったり、アローラロコン、アローラニュアンス、アローラサンド、アローラシスベテ、アローラベトベタ、これのね、出現率がちょっと落ちてるってのはちょっとありがたいかなと思っております。他のね、ベビーポケモンが本当出やすくなってるなという感覚があります。はいはい。まあ、メルタもちょっと撮ってたんですけどもね。ヒードランレードもやりながらね、孵化させてるわけです。こんな感じで。で、途中、EX レードもあってね、デオキシスもやらさせていただきました。
うん、この番号が孵化してる順番です。7キロ卵のみです。はい、26匹、うん、ですね。でそんな中ね、やっぱね、シンポケスコルピだったりね、クレックだったりね、クレックだったり取れてるわけです。グレックルですね、グレックル、うん、やっぱね、ここ大変ね、ちょっと出現率低いです、こっちの田舎、秋田の方では。うん、まだクレックルは2匹かな。ドラピオン、スコルピーもまだ2匹3匹ぐらいしか取れてません。そんな中ね、ありがてえ、デリバード、はい、取れております。20から開始21日、2日目ぐらいで、2日目にしてデリバード、イルチゲットできました。ありがたい話。これね、まだね、取れてない人結構います。うん。むずい。でね、やっぱり色違い、シンポケですよね。ゴンベ、タマンタ、リオル、リーシャン、デロデロと、36、37、38と、もうなかなか、もうね、取れねえ、生まれねえ。うん。これ、はい、そんな中、交換させてもらいました。ありがてえ、このアンノーンのこれ、私持ってなかったんでね、交換してくれたお友達に感謝でございます。はい、40、41、42、43。出ねえ。出ねえんじゃ。まあ、命も出ねえ。悔しい。ゴンベ、タマンタ、リーシャンすら出ねえ。シンポケがね、まあ、一つも出てない状態です。50過ぎても出てない状態です。どういう確率じゃ。ねえ。まあ、有名 YouTuber さん曰く 0.75 とか、リーちゃんに関してはもっと低い 0. 点何歩とかっていう話でしたからね。もう1いかないと。そりゃ取れませんわ。はい。で、ヒートランレードも日々やらさせていく中。はい。な、どうでしょうこれ。これどうでしょう。まあこれも卵から帰ったんですけども、ハスボウ100。ここじゃない、ここで100じゃない。違う100。はい。うん、でドーミラーもここでね、初ゲットできました。24、4日目にして初めてドーミラーゲットできました。ありがたい、ですね。でライチュウレードもやってます。これもね、焦げライチュウが出るということでね、一生懸命ライチュウの、レードが出るとやってるような状態です。で野良カビも見つけました。嬉しい。ピカチュウ、ピッチュウ、焦げない。エレキッド、色違いならない、って感じです。ブビーも、はい、まあこんな中、あ、ドーミラー、え、あれ、あ、ドーミラー2匹目ゲットしてた、あ、嬉しい。多分ゴープロっていうか、ポケモンボールでゲットできました。ありがてえ。でピカチュウね、2018年度版焦げピカチュウがね、やっぱ欲しいんでね、一生懸命取り活してます、最近は。でここですね、ここなぜ今クズギ玉とキャタピーキラルみたいな、これね、2つ私持ってるんでね、もうすでに保有してるやつが出るという出来事でした。もう私もね、いっぱいこう取り活もガチでポケモンやらさせてもらってますけども、前半でね、何事もね、色地だったり新ポケ出ないとね、出にくい、そんな感覚があります。まあ当然ね、全部出たらね、面白みがなくなるんでね、出ないこともまた一挙、楽しみの一つでございます。まあここ75、76、78、出ねえ、79、80、81、82、83、84、85ということでね、今現在85個孵化させて、ゴンベ、タマンタ、リーシャン出ておりません。シンポケ一つも出ない、85分の1にならない。まあ100取って、まあ出ない。まあだから面白いんでしょうね、追い求める楽しさですね。あとはね、こっちにある通り、この未だピチュートゲピーブビーエレキッドルリリスボミー、まあルリリのね、この緑色は取った人いたんでね、見せてもらいましたが、羨ましい。ガチポケ何でも欲しいが、そんな何でも出たら面白くないということで、まあこれからも追い求めていきます。まずはね、個人のね、その7キロ卵を孵化させてる、85孵化させてて、こういうような状態だっていう風にな状態でございます。皆さんもね、これを見てね、
こんな出ねえんだと思いつつもね、一生懸命追い求めて、ポケモン GO を楽しんでいければと思います。はい、まずはね、サクッと終わらなかった、すみません。まずはここで終わりたいと思います。エンジョイポケモン、ガチポケモン、ほんでもってオジポケモン、ほんでもってガチ課金ポケモン、コムでした。もしよければグッド評価ボタン並びにチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。